はい、次やっていきましょう。まあ、前回は、まあ、サニーの呪いがね、その、死なない呪いっていうのが分かって、で、まあ、今まで出てきた人が殺されたというかは、寿命で死んだということなんで、まあ、前回、前々回のキャラクター出てくるかなと思ったけど、出てこないかなっていうところで、ちょっと、追加やっていきましょう。あ、はい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 。だから、捕まった、フガ先生とヤクザ先生捕まったもんね。シモンズめ、いずれ目に物を見せてくれる。だから、フーバルトは、だから前回で、フーバルト先生はもう死んでるんやから、このフーバルトは、その、お父さん、あ、息子っていう感じなんかな。でもさ、ヤクル先生はその場合どうなの？だって、80年前の話してたってことはさ、ね、80年前してたってことはまだ生きてるんじゃね？ふふ。何かおかしいのですか？大重薬品庫を通るときにね、ちょっと面白いものを見ていたから眺めていただけよ。気にしないで。く、悠長な。このままだと我々はあの所長の独断で処刑されるかもしれないというのに、処刑されるまで行くか。まあ、しようか、するかな。いや、万が一サリー・デビッドがあの毒で死んでしまったら、大丈夫、死なないんだ。タグが、120年前に生成された毒よ。数千年分の呪いに勝てるとは思えないけど。だが、毒の痛みは残るはずだ。早急に解毒薬を飲ませ、少しでも彼女の痛みを軽減させねば。すごいね、なんか、仲間思いって感じがするね、このフーバルトは。相変わらずご就寝ね。サニーちゃんを助けたいのは、あなたの、あ、おじい様か。おじい様。フーバルト君の遺言かしら。あ、ごめん、うん、そっか、そうやね、そうやな、連日考えたら、孫の方が、あれか。あなたが魔法学院で彼の名を名乗っているのは、あなたを捨てた両親がつけたグレンという名を嫌っているからでしょ。そういう過去あったんや。私のこの名は、死ぬ間際に祖父から託されたものだ。すでに解明の手続きも済ましている。いつまでもその名呼ばないでもらいたい。あなたは本物とにそっくりね、あのフーバルト君と。なんか別にこの人が偽物なわけでもないねんけどな。でも基本を大切にしてきた彼ならば、決して属性なき戦闘魔法など使わなかったでしょうね。ああ、そうやったんや。ああ、そうか、そうか。だからタイプも違うんか。そうか、フーバルト先生は、その、なんていう、属性使わずご利用しっていうタイプではなかったと。そこが彼とあなたの大きな違い。まあでもね、でもまあ、それぞれの良さがあるからね。まあ、属性に効くやつもあれば、ポカルに効く人もいるし。まあ、まあ、いいんじゃない？どっちも。はい。祖父の話をしている場合ではない。なんとかして、ここからの脱出を考えねば。フーバルト先生、誰？あ、そうだ。そうだ、前回なんか助けに行くみたいなこと言ってたもんな。やっぱり。サリー・デビッド、やはり生きていったか。先生、よかった。生きてた。ごめんね、私のために。すぐにここから出してあげるから。破壊か？だが、この牢は、シモンズという所長が魔法で封を。うおー！ブレイキストプローションアルガント、ぶっ壊して。すごいな。すごいな。サリーすごいな。ごめん、魔法で封が。何、聞いてなかったわ。こんな脳筋なタイプやったっけな。あれやな、頭いい脳筋タイプは、なんか、怖い。いや。さすがサニーちゃん。研究所内は、移動魔法制限区域。おそらく、驚くほどすんなり来られたけど、ここまで驚くほどすんなり来られたけど、おそらく彼の性格なら。ああ、じゃあセーブしましょう。で、多分やけど、出口前に、長いな。出口前、どっちだ？あ、入れた。ねえ、フーバー先生、結局薬取れなかったんですよね。はい。ああ、直前に捕まってしまったからな。その、サリー先生の薬、今からでも取りに行けないかな。どうすんの？サリーでぶっ壊せるかな？それはしかし。
あらら、ミーシェちゃん、いつからサリーちゃんのことを先生なんて呼ぶようになったのかしら。ちょっと前、前回ね。そんなことはどうでもいいです。はい、私はこのままでも構わないわ。脱出を優先しましょう。はい、薬品庫に戻るならそのまま東に、脱出するなら水路を西にか。ちょっと待って、その前に、戻れない！ちょっと、カットさせてください。まあ、皆さんも気になってたと思うんですけれども、右も見てみたいっす。ということで、レッツゴー。監視がいるはず、さすがに正面突破はまずいわ。はい、じゃあ、先のところに戻ります。カット。あ、私たちが通ってきた地下水路から出ましょう。はい、ということで、カットです。はい、ということで、まあ、ね、脱出するか、薬品庫戻るかなんですけど、そりゃあね、薬品庫のところに行きますよ。そりゃ。レッツゴー。東に。とりあえず東に。一人がいなかったとしても、あ、じゃあわ。ね、全員で帰らないと意味がないから。やはり薬を取りに行くか。案外、今なら手に入るかもしれないわね、薬。ダメ元行ってみる？私はこの程度の痛みならなんとか脱出、我慢できるから、脱出を優先しましょう。サリン先生。危険かもしれんが、このまま脱出してしまえば、解毒薬は手に入らなくなってしまう。薬を取りに行きますよ、そりゃ。なんとしても薬を手に入れる。我々の脱獄に引き継がれていない今なら、警備は手薄かもしれぬ。あ、そうか、脱獄か。グレン。行くぞ！イエーイ、行くぞ！セーブはします。さあ、問題の鉄ゴシラ、私の爆破魔法では破れなかった。さっきみたいに単にあなたの魔法の威力が弱かった だけじゃなくて、サリーが異常すぎなだけだと思うんだけどな。いえ、グレーのせいじゃないわ。ローの鍵と違って、より強固な結界がかけられている。人一人言え。私たち4人の魔力を合わせてもきっと無理。どうすんの？空見ろ。あの、おじいさんは絶対そんなこと言わない。決して私のせいではない。空見ろって言う技がない。ふんばるぞ、先生。5本、失礼。だが、爆破の魔法が破られ、ないならどうするべきか。はい。聞いたことがある。この薬品庫の結果を破るには、管理者6人の魔力が必要。なあ、前言ってたね。さっき言ってたね。つまり、永久魔法師の6人分の力さえあれば、力で叩きのせる程度の結界。はい。ヤクル先生、この部屋の大きさはご存知ですか？どうなんですか？ 10 平米。うん、意外と広い。いけるわ。どうすんの？何をするつもりやの？この扉の結界を破るには、6人の管理師の魔力が必要。魔法協会の管理士、つまり熟練の永久魔法師ね。だからサリー2人分だとしても、2人分だとしても、1、2、3、まあまあまあ、フーバルト先生2人分やと換算するんやったらいいけど。はい、それはつまり、4人は無理でも、6人なら結界を消すことが可能っていうこと。そうなんだ。あと2人永久が必要なんや。そうなるわね。私とグレンで2人分。フーバルトって言えへんねや。ミーシェとヤクル先生の魔力を合わせて一人分。そうなん？ヤクル先生、永久、じゃないの？てか、ミーシェ永久じゃないの？まあまあ、魔力的にあと3人分足りない計算。あ、じゃあわ。あ、もういいや。うん、だから、サリーとフーバルトは、永久魔法師一人分として加算されるんや。あと3人、どこからか魔法師を連れてくるの。そんな時間ないよね。部屋を圧縮する。は？はい。部屋を圧縮する。3人とも私のそばから離れないで巻き添えを食らうわよ。どういうこと？エクスプレッサー。圧縮して。ちっちゃくなった。こんな魔法が。さすが万能魔法師。約2分の1。どう？これなら私、この大きさなら私たち4人だけでも結界破れるでしょ。そうなんだ。
え、っていうか、じゃあ他の部屋はどういう風になってんの？っていうか、今ここに敵が来たらどないすんの？相変わらずのチートぶりね。さあ、力合わせていくわよ。はい、ブレインキストプロジョン。うおー、よかった。あいだ。おっきい、破れたわ。これ、サニー先生一人で、普通に6人分ぐらいの魔力あったんじゃ。と、戻しておかないとね。ほー、行きましょう。薬は一番右端の棚にあるはずよ。瓶には、スラゴール薬と書かれているわ。そう書かれているわ。はい。じゃあ、圧縮して、ちなみに、ここは、なんもない。はい。ごめんなさい、宝箱みたいです。忍耐！あった。弱体化魔法、ベガサードスキル。あれ？3つもあったっけ？まあいいや。じゃあちょっと、装備する前に、こうかけよう。卵白と強化魔法石は魔法力を高めた。で、次こっち。スローブル。そろそろ試練来そうやねんな。リバシお得。ということで、まあ、忍耐。じゃあちょっと装備し直します。カット。で、どこや？右。これか。はい。これをズラコール薬。それ、サニー先生の毒は治るんですね。そうなんですね。確率は7割。はい。近接するもの。薬一つで解決できるなら苦労しないわ。まあ、7割はまあ結構信用してもいいんじゃないかな。飲むかどうかはサニーちゃん次第。不効果があるかどうかはともかく、副作用はないはずよ。そんな薬あるわけないやろ。サニー先生、飲んで、少しだけでも楽に。わかった。ありがとう、ミンシェ。さあ。ダメみたい。痛みはなくならないのか。3割引いたか。そんな。絶望の魔女の呪いせいか。それとも最悪の3割を引いたか。そのようね、お役に立てなくてごめんなさいね。しゃない。これで心置きなく脱出できますから。サリン先生。さあ、行きましょう。おー、一気にここに来た。これあれなんかな？どうなんでしょう？ちなみに、開いてるか。じゃあもう、悪かったよね。びくったあー、敵いやー、怖かった。敵やと思ったら、魔法教会の人でしたか。まあでも、バトルポイントはないし、まあバトルポイントもあるし、まあ、貯めておきたいから、出ましょう。来たー！やっぱりな、びくった、今ちょっと。はい、シモンズ。まさか、こんな、あっさり脱獄されるとはね、下手な希望など与えるべきではなかったよ。久しぶりね、泣き虫坊主。あなたが5歳の頃以来ってところかしら。不死の魔法、万能魔法師、サリー・デビッド。君の体には近術すら通用しないってわけかい。そうなんですよ。そのようね。はい。ならば仕方がない。こんなを捉えて檻から出すな。奴は殺せ。あらら、高川が盗っ人、ね、集団相手に随分乱暴な結論ね。そうですね。はい。役員庫に足を踏み入れた私たちをこうまでして生かしておきたくない理由。え、それは研究費の横領がアカデミーになるのを恐れてっていうところかしら。そうなの？おい、普通に犯罪やないか。あと横領の証拠ないぞ、こっちは。何のことだ。面白いのを見つけたってそういうことか。とぼけても無駄。第重薬品庫を通るときにちょっと面白い書類を見つけちゃったのよね。いろいろと汚い真似を使って、やっとの地位と名誉を手に入れたもんね。汚点は欲しくないでしょ。僕に汚点などない。なぜならば、今日起こったことすべて、なかったことになるからさ、こんな外にさ、大々的にやったらバレるんじゃないの？消せ！ぜひ残らず粉々に！さあ、下津所長は強いのかな？
さ、メテオリオン理論。あ、でも、せっかくからちょっと、これで、メテオ理論やって、まあ、17個あるしね。わお！この男はなぜそんなに焦っているのだ。独断で処刑強行など怪しさの極みだ。殺しはしないが痛みになってもらおう。優しい、殺しはしないんだ。おー、結構。ちょっと、ミーシェに当たりすぎや。あれ？あれ？なんか、どういうことなんだろうな。だから、投薬した後にやったら、なんか、いや、じゃあ、前か、あれ？まあ、さあ。はい。一応、生き魔星のようだが、研究漬けで薬を投げることしか能がない。少し運動させてやるとしよう。ひでえな。まあ、確かになんか、まあ、人間の体とは思えないぐらい痩せ細ってるもんな。ちょっと。ヒールラパカッとやって。おー！さあ。緊急も、フーバータイム終わったところだし。回復系はないか。あ、でもこれちょっと便利やね。さあ、やあ、イエイキ2人。もうミーシェは、ああ、よかったよかった。の電気っぽいの食らったからちょっとビクってなった。メテオ理論やって、あ、毒。イエイ。さあ、永久魔法師は消えたと。OK。よし、おお、そうや。よかったよかった。ね、なんで、忍耐のマントが役に立った。やったね。まあ、ヒールでやっといて。で、どこのやつやったっけ？今思ったら。できたっけ？もう一回。でもよかった。お。よし。あ、ミスか。いやー、これどっちやろ。ちょっと、こっちでやってみよう。一応理論で、でも、ん？サリーや。で、もう、こっちは、もう、攻撃しまくろう。うわ、戦火！守られてる！ということで、毒は効かない。じゃあ、普通にやっちまおう。やけど状態にできへんかな。サードで。リピート。回復させたいな。で、で、これ。守られてる！防魔薬？属性魔法？待って。いやだから他の人たちは、だからもう風魔の頼みなのな。でも、ラッパカルっぽいやつはないもんな。でもね、だからね、その属性がないっていうのもね、すごい助かるということですよ。ね、ヤクル先生。うん、ヤクル先生強いな。ダブルポカルしとこう。
投薬で。よいしょ。おー、ちょっとやばい。いえ、誰、あー、踏まれ、あー、やばい。どうする、回復されてる。新魔法で。ちょっと待ってよ。サリーやって、間に合うかな？いや、でも、ベガしたところで、知らない、やっちゃおうか。げ。やばい。サードでなんかなれへんかな？なれへんわな。戦闘不能だろ。誰だ。まあ、フーバル。いや、フーバルの回復薬持ってなかったよな。ニーチェ。さあ。おっと、耐えれなかったよ。はい、ということで、まあ、だいぶ減らしたところまでカットしたんですけど、まあ、とりあえず、作戦としてはもう、属性聞けへんってなったら、もう、ミーシー、サリーはもう多分、戦力にならないと。で、だから、で、まあ、薬で、こう、リピートしようとすると、なんでか知らんけど、ヒールアルカントになるんで、まあ、ベガしといて、で、ヒールアルガントで、こう、回復、ダイスキュー回復させて、で、乱撃薬は、属性がないらしいんで、これで。で、でもこれでもう、ゴリゴリ削るしかないという作戦になりました。だなんか、毒も効けへんっぽいしなーって思いながら。治癒魔法、ラウガントで。で、やばくなったら、ミーシェのサードを使って、MP 全回復させようかなっていう作戦です。フーバルトは硬いね。ヤクル先生はもう一発で、おー、はい、はぁ、はぁ。おいー、強くなったー。この、魔法剣で一番偉い所長の僕が、プロテックス。こんな愚民どもに、愚民かこの世に。クイックス、ちょっと強くなってるぞ。負けるはずがないんだよ。発狂した。どうしよう。考えろ。多分強くなってるでしょう。で、属性も効かない。だから今までと同じ作戦をしなきゃいけない。でもフーバルトアイはやってみたい。ただうわ、二段階上がってんやろ。ちょっと、これでなんとかなるかな。うわ、防御力上げるやつあったっけな。うわ、時間止めるやつか。できそうになさそうやけどな。使っちゃおうか。あ、じゃあ、アルガン、いやー、でもある人がアルガンとか使えないんか。うわぁ。使っちゃいますか。あ、これでもいいんか。お、ミス、ラッキー。あー、一緒か。発狂したらなんか変わるかなと思ってんけど。オッケー。で、このままゴリ押す。さあ、今回の戦いの、あ、ダブルボカだったな、サリー、そういえば。MVP は間違いなくあなたです、ヤクル先生。あれ？やったー！ヤクル先生大活躍の回でした、今回は。いやー、
薬作っといてよかったな、めっちゃ。はい、タトル、死なない Z、タトルの帽子。フーバルトは48なかった。ミーシェ46。ヤクル48。10分37秒。頑張りました。イエーイ、シモンズ、イエーイ。グミどもに負けた。で、ヤクル先生、さっき見つけた面白い書類っていうのは？これよ。よせ、それを見るな。シエナ6番街、ベレリアの魔法薬店から無駄な薬品の仕入れ記録、あそこか。随分と、貢いでいるみたいね。お目当てはどっちの娘か。あ、そっち？そういうこと？あ、そういうことか。はい。また、彼からたくさんの治療薬の注文。どっちやろう？妹か姉か。いつもの料理いいの。わかった。愛さまれに生成しておく。そういうことか。点と点が線になったのか。線になったか。女の子に熱を上げて横領とは呆れたものね。所長という地位を手に入れても振り向かない。いくら貢いでも貢いでも一向に振り向かない。あの子、僕の何が不満なんだ。金も名誉も全て手に入れたというのに犯罪じゃない？あ、じゃ、くだらん。こんな理由のために我々は殺されかけた。あ、そうだ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 。だから殺されかけたんだ。じゃあ嫌だな。最低。その二つだけで女の心を手に入れたなら、もっとバカな女に目をつけることね。金や名誉を手に入れることが、お互いの距離を取り下げることもあるのよ。なんてね。くそーくそー、ああ俺も名誉と金が欲しいよ。電車乗ったぞ。マット科の所長め、教会からの資金をくだらない目的なのに。でもよかったじゃない。そのおかげで私たちの不法侵入も脱獄も無事不問になったんだから。でも、まあまあそっか。不法侵入もアウトか。そうね。もし彼が真面目な所長だったら、刑は免れ、ないわね。免れ得ないわね。貴様が毒にかかるからだ。誰のために首を被ることになったと思ってる。なんか、のほほんとしたことになってるね。じゃあ、ごめんなさい。元はといえば、私の不注意のせいで。まあ、元はといえば。いや、そういう意味では。なんか焦った。子供かよ。泣いてませんよ。ご本。まあ、この、女の子3人、男子1人っていうのがね、ちょっとね、気まずいような男としては。で、それより、さっきヤクル先生の、金や名誉を入れると、ことが、お互いの、距離を遠ざけることもある。なんか黒猫のやつで言ってた、恋愛話のあれかな。あれ、ヤクル先生自身のこと？私の元彼ね、あのシモンズのおじい様なのよ。へぇ。ヤクル先生、そんな趣味が、年齢的には一緒とかそういう感じでしょ？バカね、80年前の話決まってるでしょ。うん、まあまあ、見た目的にね。うん。私が魔法協会を追放になった理由のこと覚えてる？覚えてない。なんかタブーを犯したっていうのは知るけど。確かタブーを犯したって。そう。私は永遠の若さを保つことが昔からの夢だった。どうすれば永遠に若くいられるか、それを追求した結果、この答えが出たのよ。なんか金薬を、なんか飲んだんか？容姿と記憶を若い人間に移植する。ヤクル先生2号を作り出したというか、いうわけ。あ、じゃあもう、何、人造人間みたいな？そんなことができるんですか？もちろん、この体の持ち主とは、どういうこと？ん？どうなった？どうなった？ヤクル先生、だから最初の第一作目のヤクル先生と、今のヤクル先生は、見た目は一緒やけど、中身が違うってこと。はい？他人の体に自分の魂を移す行為、そんなものが流行してしまえば、魔法界の断りは崩壊するわ。そんなことがあるんや。
だから魔法界はその行為をタブーと定め、ヒャクル先生を教会から追放したの。はぁ、今考えればよく追放程度で済んだものよね。この体は別人だもの、処分だなんてできないわよ。そっか、別の人なんや。へぇ、この世界は化け物のような女ばかりか。ああ、そうか、化け物の、うん、そうだね、うん。私も、の元彼もね、魔法教会の偉いポストについて、私にいろんなものをプレゼントしてくれたわ。研究費を使い込んでまでね、時代や、世代は違っても、彼らの血筋は結局同じなのよ。ほうほう。お金や名誉なんか人の心は買いやしない。大切な人が本当に欲しいものをいつまでも理解しない人なんてこっちから願い先だわ。本当に欲しいものが永遠の若さなんて知っててもプレゼントできるものじゃないと思うけど、そうだよね。そうだよね。うん。まあまあ、ヴィガンローダーにも渡したらよかったかな。そういえば次の遺産って何ですか？イム・ハンドラの魔宝石という品物だ。品物だ。これから向かうナッカ砂漠の方、墓に隠されている。なんだ、毒薬じゃないから今回もつまんなそうね、と。ベーキル包丁の話によると、その魔法石を持ち、魔法を詠唱すると、使用者の体が粉々になるらしい。なんだそりゃ。ずいぶんシンプルな効果ですね。それって、ニエのネックレスあんまり変わりないんじゃ。何も知らぬ者の手に渡れば危険な意思には変わりない。我々で回収する。イムハンドラの魔法石、か。残る闇の魔法師の遺産は、その魔法石を含めてあと二つだ。そっか、あと二つか。気を抜かずに行くぞ。そっか、もうこの時期も終わりが近づいてきたな。あー、ここまで、はい、ここまでということになりましたね。はい。はい、まあ、まあ、シモンズ、まあ、皆さんもね、横領はね、やめていただきたいと。はい、いうことで。さ、まあ、残り二つ。さあ、この、最後はどういう最後なのかっていうのは全く予想がつきません。はい、ということで、今回はここまで。それではまた次の動画をお楽しみに。それではバイチャー。